私はパニコ、25歳の専業主婦です。夫のみつると2人で暮らしてるんですけど、私たちね、新婚ほやほやなんです。そんな、いいのにみつる。今日はせっかく仕事がお休みなんだから、ゆっくりしてて。いやー、なんか掃除してないと落ち着かなくて。みつるは清掃員だもんね。うん、社長もよく言ってるし。普段どんな生活を送ってるかが、仕事の腕にもそのまま反映されるってね。うん、確かに。それってちょっとある気がする。私も入籍前、OL やってた時思ったもん。普段カバンの中をきちんと整頓してたり、まめにデスクの掃除してたりする先輩に対して、この人取引先の人と丁寧に付き合える人だなって。そうそう。そういう普段の感じって、仕事にそのまま出るんだよね。とはいえ、せっかくの休みなんだもの。今日はリラックスしてほしい。ああ、そうだ。後で隣町に新しくできた健康ランドに行ってみる？いろんなお風呂があって評判いいみたいよ。お、いいね。俺も気になってたんだ。行こう行こう。うん。でもみつる、健康ランドまで掃除し始めないでよ。気をつける。こんな風に、みつるが積極的に掃除を手伝ってくれるおかげで、我が家のリビングや台所、お風呂やトイレはいつもピカピカで綺麗。他の家事も進んでやってくれるし、本当にいい旦那様です。しかし、今でこそこんなに幸せな私なんですが、結婚式の日までいろいろあったんですよね。私は高校の時、ののかという女の子ととても仲良しでした。それで当時、一緒に行動することが多かったんですけど。ねえ、パニコ聞いた？ひばりに彼氏ができたんだって。ひばりというのは同じクラスの女の子で、時々休日、私とののかと3人で遊びに出かけることもありました。ああ、うん、そうみたいだね。ねえ、ひどくない？え、ひどい？だって私たち、前に彼氏作らない同盟結成したじゃん。はいやー、確かそれって勝手にののかが、彼氏なんて作ったら付き合いが悪くなる。私たちはずっとフリーでいいよねって一人で言ってただけだったような。あの子、私たちのこと裏切ったんだよ。もうひばりと遊ぶのやめようね。なんでそうなるの？だって許せないじゃん。いやー、そんなことで？いやー、そんなめちゃくちゃな。てか、友達の幸せを祝福してやれよ。それから数日、ののかの様子を見ていて分かったけど、どうやらののかは彼氏ができたひばりが羨ましくて、嫉妬してあんなことを言った模様。まあ、私はののかのことは気にせず、今まで通り普通にひばりと接していたんですけどね。それについてののかは不服そうにしていたものの、クラスの女子たちはすでに仲良しグループに分かれていました。私から離れれば、ののかはクラスで孤立する可能性が高い。それを恐れていたのか、ののかが、なんでひばりと仲良くするの？みたいな文句を私に言ってくることはありませんでした。それに当時の私は地味でガリ弁だったの。高校の時、男子と付き合うこともなかったのよね。だからこの頃の私は、ののかの嫉妬の対象になることなく、ののかと一緒にいられたのでしょう。しかし、高校を卒業して数年後、みつると運命の出会いを果たした私。みつるからプロポーズを受け、私たちは婚約しました。高校卒業後は地元を出て、東京の大学に通っていたし、就職したのも東京の会社。そのため、ののかとはごくたまに、SNS でコメントなどのやり取りをする程度の仲になっていたんです。ただ、結婚式にはののかを呼ぼうと考えていました。さすがに大人になった今、結婚するなんて裏切り者なんて言わないだろうし、いろいろあったけど、それでも高校の頃の友達って大事にしたいから。しかし、結婚式の招待状を送って1週間ほど経ったある日、ののかから突然電話がかかってきて、もしもしパニコ？わ、ののかの声だ。久しぶり、元気してた？そんなことより、パニコの結婚式の招待状が届いたんだけど。あ、無事届いた？ののかにぜひ来てほしいなって。いや、私もそりゃおめでとうって言いたいんだけどさ。え？パニコ、結婚する前に私に彼氏ができたとか婚約したとか全然報告してくれなかったよね。はい？ SNS にも彼氏ができたとか結婚するとか書いてなかったし、なんかショック。なんで教えてくれなかったの？いやー、ほら、私たち何年も会ってないわけじゃん。いきなり彼氏ができたとか LINE するのも迷惑かなと思って。だって私たちとっくに成人してて、ののかも仕事とか忙しいでしょ。SNS に必ず載せなきゃいけない情報ってわけでもないし。でもショックだし。ショックって言われても。大体私たち、高校の時彼氏作らない同盟結んだじゃん。出たー。彼氏作らない同盟の話、未だにしてるー。あれ？でも、ちょっと待って。ののかって少し前まで、彼氏とのツーショット写真をよく SNS にアップしてたわよね。そう思った私は、その点について突っ込んでみたんです。あのさ、彼氏作らない同盟がなんとかって言うけど、ののかも彼氏いるよね。タニコひどい！鈍い！察してよ！あれ？最近私 SNS に彼氏の話全く出してないのわからない？私振られて昇進中なの。その上、タニコにまで裏切られるなんて、私もう生きていけないよ。いや、そうじゃなくて、同盟の話は？自分で私に振ってきた同盟については、どうなってんのよ。パニコの意地悪。なるほど。要は自分が振られて最悪な毎日を送ってるのに、幸せいっぱいの結婚式の招待状なんて送りつけるんじゃねえよってことね。同盟って騒ぐくせに、自分はその同盟の条約を守る必要もないってか。これ以上話すのが面倒に思えてきた私は。はい。わかったよ。ごめんね、察しが悪くて。結婚式、無理に来いって言ってるわけじゃないからさ。来なくて大丈夫だよ。言ったんですけど。いや、行く。え？行くよ。せっかく誘ってくれたんだしさ。じゃあ、楽しみにしてる。そう言って、ののかは笑いながら電話を切ってしまいました。ついさっきまで怒ってたのに、急に笑い出して、あの子頭バグってんじゃないの？とりあえず面倒な電話が終わって、ほっと一息ついた私。しかし、ののかに招待状、送らない方が良かったかな。とはいえ、一度送った招待状をなかったことにしてください、なんていうのは、マナー的にどうかしら。それにさすがののかも、これ以上非常識なことはやらかさないでしょう。ということで、ののかの席も用意し迎えた結婚式当日。その晴れの舞台、披露宴で私はドン引きしてしまいました。というのもね。かっこいいですね。LINE 交換しませんか？ののかが結婚式の序盤でスマホを持って猫だて声を出しながら新郎のゲストのテーブルを渡り歩いて逆ナンしてる。特に前の方のテーブルにいた勝佐さんというイケメン男性につきまとい、はじめまして、私ののかって言います。お隣座ってもいいですか？今はまだ席を移動していい雰囲気じゃないし、ご自分の席に戻られた方が。いやー、照れないでくださいよ。私のことはののちゃんって呼んでくださいね。今日は絶対あなたの連絡先聞いて帰りますからね。ののか、あなたに一目惚れしちゃった。いやー、うわー、勝田さんめちゃくちゃ困った顔してるし。いや、勝田さんは確かにイケメンよ。そりゃもうイケメンだけどさ、場をわきまえろっての。しかもさっきの教会での挙式の直後、私とみつるがゲストさんたちからフラワーシャワーを浴びせてもらっていたとき、こいつだけ膨れっ面でそっぽを向いていたのを、私ははっきり見ました。せっかく誘ってくれたんだし行くよ、なんて言ってきたくせに、一体こいつ、何を考えているのか。とりあえず、結婚式が終わったら、もうののかとは関わらないようにしよう。しかし、もっと最悪なことが、この後私とみつるの生い立ちムービーが流れている時に起こったのです。司会者が、みつるさんは、現在清掃員として働いてらして、と言った、その時でした。え？マジで？やだ！パニコが結婚する相手だから、まあ大したことはないと思ってたけど、旦那さん、清掃員だって？社会の底辺だよね。うーわー、予想以上だった。今日は私を裏切ったパニコの結婚式をちょっとだけめちゃくちゃにして、いい出会いもゲットして、一石二鳥だって思ってたけど、私が手を下すまでもなかったわ。清掃員の旦那なんて全然幸せじゃないじゃん。よかった。なるほど、そういうつもりで来たわけか。って、今はそんなことさしてる場合じゃない。じゃ、ののか。ののかにこれ以上言うのをやめろと注意するため、高砂席から結構な声量でののかを呼んだ私でしたが、いやー、裏切り者だなんて思っちゃってごめんね、パニコ。私たち、これからもずっと友達だよ。私の声は聞こえているはずなのに、ののかはおしゃべりをやめようとしません。ののか、いい加減に。それにしても清掃員か。もうちょっと場所ないていなかったの？清掃員の妻になるとか、正気？許してね、パニコ。私は多分、社会の底辺である清掃員の旦那を持つパニコよりも幸せになっちゃうから。だって私、この人と今日はお近づきになって帰るんだもん。そこでののかが、勝田さんの腕をガシッと掴みました。おのれ、人の話を聞きやがれ。まさかここまでのドキュン女になり下がっているとは、最悪。横でみつるも怒りでメラメラとヤバいオーラ放ってるし、一刻も早くスタッフさんにあいつをつまみ出してもらわなくちゃ。しかし間もなくして、ののかに天罰が下っちゃったんです。まあ、予想通りの展開だったけどね。さて、自分がどんな状況に置かれているのか全く分かっていないののかは、みつるの職業を見下しまくっていたんですけど。それにしてもかわいそうだな、パニコ。地味女のパニコのくせに、私より先に結婚するなんて絶対に許せないって思ってたけど、同情しちゃう。それよりも、ねえ、LINE交換しましょう。と、ののかが勝田さんに体を密着させた、その時でした。離れろ。え？離れろって言ってるんだ！どす黒いオーラを放つ勝田さんの怒号に、ののかは恐怖のあまり、ずさささーっと後ずさり。高砂席にいる私の横にまで来ちゃいました。なんであなたが怒るの？頭にハテナをいっぱい浮かべながら、イケメンに怒られて、泣きそうな顔になっているののか。私はそんなののかの前に立ちはだかり、あのさ、状況わかってる？と聞いてみたんです。状況って、その様子だと分かってないのね。新郎のゲスト席、ほとんどの人清掃員だから。はあ？そこでののかはようやく自分が新郎のゲストさんたちのほとんどに睨まれていることを自覚したみたい。ちなみにさっきからののかの言動にドン引きしていたのは清掃員の皆さんだけではありません。会場にいる全員がののかに冷たい視線を送っています。てか普通、新郎の職場の人たちがゲストとしてここに何人かいるだろうってことを考えるでしょ。なのに、清掃員がたくさんいる前で清掃員見下してヘラヘラ笑って、敵陣の中に一人で突っ込んでいって、両腕広げてどうぞ私をやっつけてくださいって言ってるようなもんよ。何考えてんの？頭悪すぎ。だってちなみにあんたがさっきから口説いてるカスタさん、みつるが勤務する清掃会社の社長さんね。そこでののかが、はっとして、再び勝田さんを見ると。社会の底辺ですか。清掃員舐めてますよね。ののか、うずくまって頭を抱えちゃいました。あんたさ、清掃員の皆さんが会社や商業施設をきれいにしてくださってるから、私たちいつもきれいな場所で働けたり、買い物したりできるんでしょ。てか、一番汚いのは、あんたの頭の中だわ。人の結婚式をめちゃくちゃにしようだとか、人の結婚式で逆ナンしようだとか、ほんと頭も心も汚い。そんなんだから彼氏に振られたんでしょ。当然だわ。むしろこんな女性と付き合おうと考えた男性がいたなんて驚愕だ。そこでののかが恥ずかしさからか怒りからか顔を真っ赤にして、パニコのくせに生意気だーと叫びながら立ち上がって逆上。近くにあったテーブルからお皿だのグラスだのを取り、私に投げつけ始めたんですが、あっけなく式場のスタッフさんが奴を取り押さえました。離してもうなんでこうなるの。その後、式場スタッフさんたちと清掃員の皆様の協力のもと、ののかが散らかしていった会場は瞬く間に片付けられ、何事もなかったかのように披露宴が再開されました。スタッフさんたちに外に連れて行かれた後も、ののかは相当暴れたらしくてね。式場のフロント付近に置いてあった高価な置物や壺を壊しまくっていたんですって。で、当然式場側はののかに多額の弁償金を請求したわけですが、それによってののかは両親に私の結婚式をめちゃくちゃにしようとしていたこともバレちゃったそうです。ののかはどうやらずっと無職で、実家で毎日ゴロゴロしていたらしいの。だらしのない娘に手を焼いて困っていたみたいなんだけど、今回の件で決心がついたのでしょう。ののかの両親はののかを親戚の旅館に住み込みで働かせることにしたんですって。ののかの両親がひとまず代わりに払ったお金を返済するためと、奴の腐った根性を叩き直すためにね。その旅館がかなり厳しくて怖いおかみさんがいるらしく、ののかは初日から帰りたいと音を上げていたそうな。もちろん奴の願いが聞き入れられることはなく、毎日怒鳴られ、こき使われた結果、今ではげっそり痩せ細り、すっかり老け込んでしまったのだとか。これらすべて、私とみつるに迷惑料と菓子折りを持って謝罪に来た、ののかのご両親に教えてもらいました。弁償金と迷惑料でできた借金を返し終わるまでは、あと何十年もかかるみたいで、ざまですよね。さて、一方の私はというと、みつるとラブラブな毎日を送っています。そうそう、この間ね、勝田さんがうちに来て。アニコさん、先日はありがとうございました。ありがとうって?社長の私も自ら、現場で仕事をすることがあるんですけど、清掃員っていうのは実際見下されることが時々あるんです。誰にでもできる仕事だと言われたり、程度の低い仕事だと言われたり、先日の結婚式であんな風に言っていただき、胸がスーッとしました。あの日のことですか。いやー、こちらこそ、なんだか途中めちゃくちゃになってしまって申し訳ありません。いえ、素晴らしい結婚式でした。ほんと、みつるさんと奥さんはすごく素敵なご夫婦で、そうなんですよ、パニコは本当に素敵な奥さんで。じゃ、みつる、社長さんの前でだらしない顔しないの。だけど、勝田さんにそうおっしゃっていただき、よかったです。今後とも、夫婦ともどもお世話になります。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。